皆様こんにちは。リーグ戦を数学するということで、まずは全試合数について勉強していきましょう。では問題の1番です。10人のリーグ戦の全試合数はと問われた場合、答えは45試合となります。1つ目の求め方は、10人から2人を選んで試合をするということですから、 10C の2の計算をしていただくと45試合と求めることができます。2つ目の求め方は、リーグ戦の表を書いていただいて、マス目は 10×10 ありまして、斜線が引いてあるマス目は10個ですから、そこから10を引いてあげて、それを2で割れば全部で45試合と求めることができます。3つ目の求め方は、この表の左下の三角形、あるいは右上の三角形のマス目を数えていく方法です。1から9まで順番に足してあげると全部で45試合ということがわかります。では次に、トーナメント戦を数学するということで、全試合数とシード選手数について勉強していきましょう。では問題の1番です。100人のトーナメント戦の全試合数はと問われたら、答えは99試合となります。これは3位決定戦はなしの場合に限ります。解説をいたしますと、1試合すると必ず1人負けます。100人の中で負けない人は優勝者だけですので、他の99人は全部負けますから、全試合数は99試合と求めることができます。つまり N 人のトーナメント戦の全試合数は N-1 試合となります。では問題2番です。100人のトーナメント戦のシード選手数はと問われたら、答えは28人となります。解説をしていきますと、参加人数を N 人とし、 N が2の K-1 乗より大きく2の K 乗以下となる自然数 K を考えていくと良いです。2の K 乗引く N 人がシード選手数となります。今は N が100人ですので、2の6乗より大きく2の7乗以下ということがわかります。つまり2の7乗128人から参加人数100人を引いた28人が今回のシード選手数28人ということになります。では2の K 乗引く N 人がシード選手数となる証明をしていきたいと思います。1回戦を勝って2回戦に進む人は、参加人数 N 人からシード選手数を引いて、その数を2で割ってあげた、この値が2回戦に進む人数となります。これにシード選手数を加えると2回戦を戦う人数となりますから、2分の N 引くシード選手数にシード選手数を足してあげた値、つまり2分の N 足すシード選手数、これが2の K-1 乗となればいいので、2分の N 足すシード選手数イコール2の K-1 乗となり、これを計算してあげるとシード選手数は2の K 乗引く N 人で表すことができるという証明ができます。い
かがでしたか？今回はリーグ戦とトーナメント戦について勉強しました。これからも面白い数学の情報を配信していきたいと思っていますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。